え、IT 企業に勤める1年目会社員です。業務で金融系のシステム開発を修理を行っていますが、古いプログラミング言語を扱っているため、将来的には使えないと思っています。転職なども視野に入ると、ウェブ系の言語を学ぶことが一番稼ぎやすいと聞いたことがあります。いろさんがもう将来的に使えそうなプログラミング言語は何でしょうか言語経験 Python と Java です。ご回答よろしくお願いします。Python だったら全然問題ないんじゃないの <laughs> さておき、あの、ある程度そのどっかの言語を1個でも極めれば、別にあの、他の言語を覚えるのって簡単なんですよね。 ではそのコンピューターでできることってこうだよねっていうのがあって、じゃあ例えばじゃあその PHP でこうやって書くけどこれ Python でどうやって書くんだろうっていう時、PHP で実現できるものって Python でほぼ100%実現できるんですよ。似たようなライブラリがあったり、まあ書き方とかちょっと変わるんですけど、なのでこの言語でしかできない機能っていうのって、 まあ、あの、アセンブラとか C とかであれば、そのメモリーを直接叩く、ま、ポインターも含めて、で、あの、やるのがあるので効率がいいってなるんですけど、ま、そこまでゴリゴリのパフォーマンスが要求されることって、今の時代のプログラミングでほぼないんですよ。もう大体あの、クラウドでやりますとかで、別にあかメモリーの位置とかをいちいち指定してやるなんてもうゲーム機ぐらいで、 なので別にあの、どのプログラミング言語でもいいので、あの、こういう仕様だったらはい書けますっていうのが、どの言語もいいからなっとくと、じゃあ次はその、あ、こういう形で書けばいいんだなってアルゴリズムは思いつくので、じゃああの、じゃあ新しい言語になりました、C シャープですって言ったら、じゃあ C シャープだとこうやって書くんだ、へ、hey! ーとか、っていうので、あの、JavaScript だとこうなんだ、みたいなので。なので一つの言語をマスターしちゃうっていう方が早い,いんじゃないかなと思います。